いらんからってアイヌ語動画講座です。アイヌ語会話その9です。イエーイ。川上正志くね、川上正志です。よろしくお願いします。木村里乃セコロクレヘアン、木村里乃です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。原田圭介くね、原田圭介です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。関根健二セコロクレヘアン、関根健二です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、関根先生、本日のテーマをよろしくお願いします。はい、今日はですね、いよいよこのシリーズで言えばね、最後っていう感じになっちゃいますけどね、お別れの時の、表現とかをね、はい、そのアイヌ語をですね、みんなで学んで聞こうということになっております。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあですね、早速、動画を見てみましょうね。ウェネウサランはソンノケキロルアナはタネカルパクスね。タントサッポロウンエホシピルエルエウンコロカオヤチュカンナスイケックスね。あ、ピリカハウェネヤクンアプンのパエヤン。ヤイライケレアプンのオカヤン。スイウヌカランロ、スイウヌカランロ。はい、というものでしたね。どうですか、ちょっとね、意味深な感じですけどね。なんかね、一つのドラマが、ドラマが終わった感じがしますね。ちょっと半端でしたね。もうちょっとね、グッとこう なんかしてほしかったっていう、ね。まあ、次回こうご期待ですね。そうですね。はい、というようなね、まあ、割とね、お別れの時の、ね、表現をね、ここではね、紹介してますけど、それをまず、もう一度ですね、動画を見ながら、一つずつね、アイヌ語の表現を、復習してみましょう。はい。ウェネウサランはソンノケキロルアナは。はい、ウェネウサランはソンノケキロルアナはって言いましたね。はい、まずですね、ウェネウサラっていうのね、ちょっと長い言葉ですけどね、これまあよもやま話をするっていう風にね、訳されたり、まあいろんな話をするってことですね。で、アンってここで出てきてますね。ここのアンはね、私たちなんですよね。この話し合ってる2人の私たちっていうのはね、このアンがつきますね。このウェネウサラっていうのはね、話すっていう意味でね、何々をとかそういうのが必要でないんですよね。だから後ろにアンが、つくタイプの、動詞だと言います。ウェネウサラン、私たちでお話を、いろいろお話をして、和で何々してですね、ソンノはとってもですね、ケキロロアンアワって言いましたね。まずですね、エキロロアンっていうのは何々が楽しいとかね、そういうような言葉ですね。で、私が楽しい、この場合はね、私が楽しいって言うんですよね。私たち楽しかったですねってもし言っちゃったら、ちょっとね強引にね、押し付けになっちゃいますね。私は楽しかったって言いたいんですから、この時空を使うんですけど、やはりですね、この猿方言ですから、エキロロアンっていうね、っていうね、母音で始まっている動詞の前に空をつける場合、この U がね、落ちちゃうってことですね。で、ケキロロアンってこういうふうにね、変わっちゃうと。ここでもですね、アクセントの移動も起きてるんですよね。エキロロアン、A の次のキー、2番目のね、音がね、高くなってるんですけど、この空がね、前についてたということで、ケキロロアン、これはね、K がね、高くなるんですね、ここはね、ケキロロアン、ケキロロアン、はい。で、あわって言っても、あ、このあはですね、なんとかでしたよと、なんとかだったよということをね、まあ、過去を表せるあなんですね。で、わはなんとかだよですね。お話できて とても楽しかったよって言っております。じゃあ、発音してみますよ。ウェネウサランはソンノケキロロアナは、はい、ウェネウサランはソンノケキロロアナは、はい、いいですね。ケキロロアンアワですけど、やはりね、この後ろの部分をね、自然に言ったらこうつながっちゃいますね。ケキロロアナワと、こういうふうなね、発音になります。じゃあ次です。タネカルパクスね。はい、男の人のセリフですね。タネ、今ですね、もうって言いますかね。
カラパクスねと私が行くんですよね、行くに空をつくんですけど、ここでもやはりですね、アラパっていうね A の音から始まってる言葉の前の空ですから U が落ちちゃってるんですよね。で、カラパこういうようなね、発音になってます。で、クスネは何々しますよですね、もう行きますよって言ってますね。じゃあ、ここをね発音してみますよ。タネカラパクスね、タネカラパクスね。はい、次です。タント札幌運エホシピルへ。はい、タント、これはね今日ですね、今日のうちにって言いますかね。タント札幌運、札幌にですね、エホシピルへって言ってますね。あなた帰るんですかですけど、まずね、タント今日札幌運って言いましたね。このシリーズのね、初めのやつではね、ニブタニタケクとかね、ニブタニタって言ってもね、札幌運もね同じように何々にっていう風に訳せるんですけど、アイヌ語ではねやはりちょっと違うんですよね。何々タっていうのは到着点ですね。それに対してね、こう、運っていうのはね方向なんですよね。今から札幌に行くっていうね、札幌運っていうんですよね。初めのね、会話の時は到着してたので二豚にいたってね、その時にもしね二豚に運って言ったら、もう来てるのになんで運使ってるのってね、そういう違いがあるんですよね。で、ホシピっていうのがね帰るですけど、ここもやはりね、あなたが帰るっていうね、A がつくことで、C が高かったのがね、エホシピと頬が高くなってると、アクセントが一つ前にねずれてるんですよね。エホシピルエ、ルエはねこう、なんとかなんですかっていう感じですよね。はい、じゃあ発音してみましょう。タント札幌運エホシピルエ、タント札幌運エホシピルエ。はい、次です。ルエ運。はい、まあね、簡単なね、返事の言葉ですけど、ルエって聞かれたらルエウンって答えるんですよね。じゃあ言ってみましょう。ルエウン、ルエウン。はい、コロカオヤチュカンナスイケックスね。はい、コロカっていうのはね逆説と言いますかね、だけどっていう感じです ね。今までの話の流れとね逆のことをね言いますよっていう感じですね。オヤチュ、オヤチュね次のってことですね。でチュっていうのはね、もともとこの月とか太陽チュプって言うんですけど、まあ、1月2月の、ね、月はもうチュプで表すんですね。だから親チュプで来月ですね。カンナスイ、これまたですね、またですね。でケク、私来るですけど、ここもやっぱりエクのね前の空なので U が落ちてると、うん、でケクっていうね発音になってますね。クスね、何々しますよ全体でですね、でも来月また来ますよと、来ますねってそういうふうに言ったんですね。じゃあ発音してみましょう。コロカオヤチュカンナスイケックスね。はい、コロカオヤチュカンナスイケックスね。はい、いいですね。ピリカハウェネ。はい、それを聞いてね女性の返信です。ピリカハウェネ、はい、ピリカ、いいですよね。でハウェネっていうのは、あ、それはいい話ですね、いいことですね、それはいいですねって、まあ、そういうニュアンスですね。男の人はね、また来月来ますよって言ったのに対する返信ですね。じゃあ言ってみましょう。ピリカハウェネ、ピリカハウェネ、うん、どうなったんですかねその後は。ヤクンアプンのパエヤン、ヤクンアプンのパエヤンって言いましたね。ヤクンならばですね、アプンのっていうのはね、こうご無事でとかね、安全にとかそういうような意味ですね。でパエヤンって、パエは行く、のまあ、実際はねこれ複数形なんですけど、アラパっていう言葉がね何度か出てきますけど、それの複数形ですね。なぜここでね、男の人は一人しかいないのにパエを使ってるかって言ったら、後ろにヤンを使ってるからですね。ヤンをつけることで何とかしてくださいとかね、丁寧に、その、アプンのアラパってただ言ったらね、気をつけていけみたいな、ちょっと強く言うね、怒ってるのかなぐらいのね命令になるんですけど、ヤンをつけて、丁寧にしてる。でもヤンを使う場合は複数形がある動詞は必ず複数形の方を使うんですよね。ですから、アプンのパエヤンってパエの方を使ったってことですね。じゃこれをね言ってみますよ。ヤクンアプンのパエヤン、ヤクンアプンのパエヤン。はい、それに対するね、男性の答えでしょう。ヤイライケレアプンのおかやん。はい、ヤイライケレ、これありがとうですね。アプンの同じ言葉です、無事に安全に、おかやんって言いましたね。このおかも、実はその
アンの複数形なんですよね、この女性も一人しかいないですけど、このヤンを使っているので、この丘の方、複数形があるからね、そちらを使っているんですよね。アプンの丘ヤン、これはね、まあ、決まり文句と言いますよね。出ていく人に対してね、旅立つ人に対してアプンのパイアンって言って、そのね、見送ってる人、家に残ってる人に対してはね、アプンのオカヤンというってことですね。じゃあこれもね、発音してみましょう。イヤイライケレアプンのオカヤン、イヤイライケレアプンのオカヤン。スユヌカランロ、はい、スユヌカランロって言いましたね。まあ、お別れの言葉ですね。スイまたですね、うぬからあんろって言いますね。ぬからっていうのはね、今出てきてますよね。何々を見るですけど、うっていうのをね、頭につけることでお互いにっていう意味なんですね。お互いに会うというので、これは何々をっていう説明が必要、ないタイプのね、動詞に変わるんですよね。ですから後ろにあんがついてる。このあんはあなたと私ですよね、またお互いに会いましょうと。でろうっていうのは何々しようっていう感じですね。すいうぬからあんろって、これでまたお互いに会う、私たちしましょうがね、まあ筑後訳ですけど、またお会いしましょうってなりますね。はい、言ってみましょう。スイウヌカランロ、スイウヌカランロ、はい、スイウヌカランロ、はい。そして男の人もね、同じ言葉で、お別れを告げましたね。言ってみましょう。スイウヌカランロ、スイウヌカランロ。意味深ですね、これね。どうなんで、どうなっちゃうんでしょうか。すぐ次の日来たりしてね。はい、というのがね、今回のね、映像でした。はい、これでね、いくらかね、こう、まあ、とりあえずはね、こうお別れするとき、すぐぬからんろって、我々も普段よく使いますよね。そうですね。からんろ、使いますね。あ、この動画でもそういえば使ってますね。またお会いしましょうっていうのでね。このすいません質問だったんですけど、はい、なんかカンナは使わないんですか、ついの時には。カンナウヌカランロですか。あんまり聞いたことはないですけど、ね、なんかさっきカンナスイってあの、ね、前の時に習ったことがあって、その時にもカンナがまた、ね、カンナもね、また再びもう一度ですよね。スイ、ね、も同じような意味ですけどね。でも使う、あんまり聞いたことないですよね。カンナウヌカランロってうん、あまり聞かないですよ ね、 ですよね。言いにくいだけですかね、ちょっとふと気になってしまいました。でも、まあ、まあかなりね、決まり文句のように「すいうぬからんろ」っていうようにね、言うようになってますけどね。はい、ということでね、まあ、札幌に帰っちゃいましたけど、この先の展開があるのかないのか、なかったらもう もやもやして終わりですけどね。はい、本当に来月来てくれるのかなっていう次回はパチンコ店で再会そんなとこで、あの時のあの時のそこで会うんだそこで。とりあえずね、まあ、今年度のね、この動画のね、アイヌ語会話動画はこれでおしまいですけど、またね、機会があったらね、どん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 、はい、いろんな新しいものをね、作っていきたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。それでは本日はここまでです。またお会いしましょう。スイウヌカランロー、スイウヌカランロー。